まやかしマニアの Z だよ。さあ、今回はね、はい、ドスワイの第2回っていうことでね、はい、まあ前回ね、ここでまあ、妖怪と戦って、んで、まあ、花子さんを最終的に封印したと。まあ、でもなんかね、まだなんか花子さんのなんか怨念みたいなのがなんか続いてるらしくてね、まあ今回それの調査に参りたいと思います。ってことでね、この前ちょっと物質行為言ってたから、物質行きましょうかいいな。よし。なんか妙な気配を感じるな。おお、妙な気配。そうだな。あのプールを調べてみるか。プール？あれのことかい？これかな、プール。いや、でも、プールより先にちょっと物質調べんなか。物質に行こう。おっと、幽霊。いやー、楽しみやね。次はどんなホラーが襲いかかってくるのか。よっしゃい。ここかい。こっからもう入れるかな？あ、入れるわ。オッケー、行くぜ。そう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 。じゃあ、進みましょうかい。いや、ほんまにね、前はほんまにね、人体模型にね、もう恐怖が、人体模型の恐怖がいかかったよ、前は。何が起こったのか教えてくれる？僕たちは学校で噂になっていたおまじないを行おうとしたんだ。ほう。おまじないはただ願いを叶えてくれるんだと思っていた。本当はそんなものじゃなくて、花子さんを呼び出すものだったんだ。あちゃー。よくあるパターンだな。平和な会議の方が稀なんだよ。関わらない方がいいに決まっている。それからどうなった？その時に部員の沢井さんが花子さんに取り憑かれた。え？それ以来学校に実体化した花子さんが現れるようになったんだ。うわ、ガチで怖いやつやん。僕たちもなんとかもう一度封印しようとしたけどダメだった。僕は影だけ残って動けたけど他の部員は。遊び半分で手を出すからそんなことになる。ケーケー、まずは花子さんを何とかしなきゃ。分かってるよ。別にこいつらに腹を立ててるわけじゃねえ。若干腹立てたんじゃ。花子さんについて他に分かっていることは？花子さんは普段は鏡の中にいるんだ。鏡を調べればいいと思う。鏡？花子さんが現れた鏡については物質に記録があるはずだよ。ほう、鏡か。よっしゃ、調査したろやないの。さあ、物質内を調べる。何があるかな。これは KK のやつだよね、前調べたやつ。これは淵橋中学校は、かつての旧校舎を取り壊し、その場所に、新校舎を建て直した経緯があるらしい。花子さんの噂は、旧校舎時代からあったが、新校舎に変わってからも残っている。頻度は、少なくなったらしいけど、目撃例もある。もしかすると、花子さんは存在しなくなった旧校舎にまだいるのかもしれない。だとすれば、新校舎と、亡くなった旧校舎がどこかで繋がっているということでは。なるほど。繋がってんのか。あ、これもそうなんや。ああ、教頭先生がいなくなった話。実は花子さんの仕業じゃないかって言われている。教頭先生、校長先生に内緒で、校長室で寝ることがよくあったらしい。その時に花子さんにさらわれたんじゃないかって噂がある。確かに校長室には鏡もあるしね。なるほど。オッケー？これでオッケー？まだある？どう？じゃあ、おい、ガキ、なんか教えろ。花子さんは鏡の中に隠れているんだ。鏡の場所を調べれば見つけられるかもしれない。あ、なんかある。夜に教室棟3階のトイレを使っていた生徒がいなくなった事件なんだけど、その生徒がトイレに入る前に、鏡が変な色をしていたという情報がある。花子さんの仕業なのかもしれない。なるほど。オッケー。3階のトイレと校長室か。おお。3階のトイレはこの上だ。ちょっと行ってみるか。よし。行くぜ。いやー、今回ちょっとイライラしてるね。あ、イライラして。あいつら俺の真似事をしてこんなことを起こした。ほう。俺がやってきたことのせいで起こったんだ。なるほど。言った通りだろ。俺とは関わらない方がいいんだ。ここそれが一番安全なんだよ。なるほど。けーけー、ここ3階やんね。3階やな。おてるよな。3階のトイレを調べる。鏡、あ、これか。
わあ。やばい、吸い込まれる。ああ、え、これ急降車、急降車来ました。ちょ。え、おお、なんか、鏡の世界。神の世界。ここに花子さんがいるのかな。神の世界やと？なぬ？神の世界から脱出する。うおお、おるやんけ。ちょ、え？ちょ、ま、どっから脱出するの？これちょっと待って、行かれへんくね、この先。無理ちゃう？あ、これなんかある？見たら、やばい。みんな、花子さんを見ただけで、意識失っちゃったよ。まだ、その辺をうろうろしてる。どうしよう。あいつを見ないで、ここから逃げるしかない？誰か、このメッセージを読んでる人、いないの？助けてよ。読んどるけど、どうやって助けんねや。ちょっと待って。行かれへんやんな、この先。なあ。行かれへんぞ。どないすんねや、これ。もうこのまま進むか。よっしゃ。あ、いける。ここはいけるんや。なるほど。あ、これなんかあったやつやん。これ。何、泣いてる。誰か泣いてる。ちょっと待って。これで見てみる。なんもない。あ、花子さんが。花子さんおるやんけ。おお。やばいな、この、前おるな。やばいな。ちょっとこれ見つからんようにすればいいんやろ、これ。怖いな。うわぁ。ちょっと待ってくれ。どうしたらいいの？やばい。この先行きたいのに、ちょっと、ほんまに、花子さん、ちょっとどいてくれんか。ほんまに、どいてくれよ。ちょっとどけって。どいてや。ちょっと、あ、どいてくれ。頼む。どいてや。どいて。どけよ。それでオッケー？あ、水に行ったらいけるんや。オッケー。次は目をそらすってことね。なるほど。見たら？あ、見たらあかん。なるほど。そういうこと。よし。さて。でもこれ、花子さんにもう見つかったらあかんのちゃうの、これ。どうなん？いけるん、これは。行くぞー。さあ、この先。来てる？ちょっと待って、これ花子さんもこれ追いかけてくる感じ？こっちにだんだん来てるけどさ、いけんのかこれは。まあいいや、遠いし、こっからちょっと距離離れてるから、まあいけることでしょう。さあ行きましょうか。おっと、おる。やばい。そっちにおんの？嘘。ちょっと。いや、来てる。ちょっと待って。もうおるやんけ。ちょっとどっか入る場所ないの？ちょっと。部屋ないの？部屋あらへんのかいな。あ、あるわ。よし、逃げよう。ほんまに。いや、待って。ちょっと待ってくれ。待ってくれ、これ前の人体模型よりやばいぞ、これ。うわ、おる。どこや？どっから、どこに？教室、ここら、もう入ってきたよな、これ。教室に入ってきてるよな。いや。怖いな、これ。いけんかいな。ちょっと、花子さん、今、多分しばらくしたらこっち来るやろ。よし、今や。よし、行くぞ。俺は行く。よし。さあ。もうこれ行ける？行けます？行けますね。よし。ほな、こっち行こう。こっち来るんやろ、どうせおるんやろ。バンって来るんやろ？うん、この、な、ガラスとか行ったら。な、来るんちゃうの。もうまだそこで待機しとんな。もうそこにおっとけよ。なんもない。よし。お、こっち行ったらもう、こっち行ったらいけるか。あばよ、花子さん。よし。オッケー。怖かった。さあ、次は？戻ったみたいだな。よし、戻った。普通なら、校長室は職員室から行けるはずだ。ここから行くん？ちょっと、どこにある？まずどこにある？書いてへんし。書いてへんのかい。おい。うお、え？マリ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 ？ってことは座敷わらしがおんの、ここに。ん？
マリ、マリスか、マリ。スーパーマリオ。じゃあ、これは、ちょっと、あ、アイテムや。アイテムは取っとかんならん。よし。なんもない。よし、よし、よし、よし。さあ、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 さあ。ほんで、どっち行こうかね。どっちかな、次。このマリは、これ特に意味ないの、これ。蹴られへん、蹴られへんかな。うん。あ、一応蹴れる。まあいいや。ちょっと、なんかおるし。何あいつ。なんじゃ、これ、なんか妖怪こいつ。何こいつ。え、おらんねんけど。こっち？おら、出てこい。あ、おるやん。これ絶対今の花子さんやろ。おら、出てこい、おら。出てこい。はぁ、出てこないか。おらんかな。おらんねえ。ちょっと待って、上になんかおるで。おい、今見えたぞ、やばいのが。じゃあ、あかんやつおんな、上に。上、絶対あれ、口先おんなやろ。校長室を調べるやから、この汚れ、なんとかできんのこれ。無理？無理やね。校長室、職員室、どっちや？どっちやね？マジでどっち？こっちは、美術準備室。こっちは技術室か。おぉ。ほな、こっちか。よし。さあ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 。こっち？いや、違うか。これ、あ、前行った図書室やんけ、これ。これ図書室か。なるほど。あ、なんかここら辺なんかありそうじゃん。校長室、こっち会議室やろ？あ、なんかある。よし。ここ開けられへん。なるほど。どっちや？職員室やな。あ、あった！教室、校長室。ちょっと待って、ちょっと待って。こっちになんか幽霊おった。よし！行くか！最高。鏡が光ってる。よし、調べてみようか。ああ。こっち、旧校舎か。これは。いや、特に変わりはないけどな。まあいい。よし。さあ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 。どっち？あ、でもちょっと変わってるか、中が。なんか逆になってるんじゃ。こっち職員室やな。花子さんは、花子さんのちょっと位置がわからん。まただ。おらん。あいつもここにいるはずだ。ちょっと勘弁してよ。ねえ、この曲がり角からいきなりバーって出てくるとか、ほんまにやめてくれよ。来るか？来るか？おお。別に来てもええんやけどね。おお、やっぱりおった。おった。よし。よし。そこでね、手洗ったのか。待って、これさ、突破していけるこれ。突破するか。よし、失礼します。よし。おーい。おる、おるな。なに。そんな。マジで。こっから行く感じか。よし。よし、バイバイ。うわー、目が。目。さあ、次どこ？まだ、ここにおる？いや、おらん。おらんくなってる。うわー、そこおんな。そこにおるか。よし。やっぱすぐそこやな。ここめちゃくちゃ崩れとれんか、これ。やばいな。はい、おった。ねえ、なあ、来てるよ。来てるやん。来てるやんけ。おーい。来とるぞ。来とんねんけど。あ、向き変えろ。よし。その調子や。こいつさ、攻撃効くこいつ。おら！あいつを見るな。見ないようにして進め。これもう行って大丈夫？行っていけるな。よし。ちょ、次あの教室行こう。あ、ここ教室ちゃう？廊下やな。ちょっと待って、奥におる。おい、どこにおる？おい、どこや？あっちかいな。ちょ、二人おらん？ちょっと待ってくれ。二人おるぞ。やばいぞ。何人おんねん。ほんまに。同一人物なんか、あいつらは。なんなんや、一体。あ、ここ、こうしていくと。はい。で、この先におるとか。うん。なあ。ここ、こういったらおるやろ？次は、どっち？こっち？こっち、うえー。はい、おるね。うん。さあ、とっとと通り過ぎろ。
なしゃがんでくるとかある？おるやん。いける、いけ、いける、いける。な、なんか増えてない？ちょっと、何、な、え？ちょっと待ってくれ。分身おるぞ。やばいぞ。え？ちょっと。待って。待ってや。待ってや。ちょっと積んだくない？これ積んだんちゃう？ちょ、いけんのこれ、ほんまに。ねえ、この先。うん、おるやんな。おるやんな。ちょっと。ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと。それは、ないでしょう。あ、こっちに行く場所あるわ。よし。さあ、んで、はい、次こっちが。いけるね。いけるいける。さあ、んでこっちに。よし。レッツゴー。さあ、後ろにおるとか。よし。よし。これ、張ってくるとかある？これ。怖いな、張ってきたりしたら。おい、ちょ、絶対さ、この上おるんちゃうの？上から来るとか。どうなん？おい、どっかにちょっとコアの音すると。ちょっと待って。どっかに、なんか、汚れのコアの音が。どっかに。あ、こっから壊せってこと？ちょ、待って、これ。おるやんけ。待って、この上は大丈夫？上、あ、でも上行かれへんわ。まあいいか。よっしゃ。コアどこ？マジで。あ、コアちょっと一瞬見えたかも今。あった、あれや、あれや、あれや。いい、怖いよ。怖いよ。目をそらさないと。よし。はい、これでどうや？あれ？死んだ？ちょっと待って。え？嘘？鏡が光ってる。よし、調べてみようか。またこっから。ちょっと。堪忍してーな、もう。ちょっと。もうまたこっからやで。よし。まあちょっとさっきと同じ手順でいこうか。しゃ、行くで。さあ、コア君出ておいで。ちょっと待って、花子さんの位置が、うん、こっちやね。なら OK。やばい。なんかちょっと食うていこう。さあ、今や。目をそらさないと。よし。これで OK？ OK かい？いけます？これで。え？ちょっと。まだあかんの？まだあかん？消えてくれない。コア先壊したよな。先やったはずやで。やったはずよ。これ、下に下がらんだか。よし。あ、出口や。あの光、あそこに。よっしゃい。これでいけるか。よし。うぅ、戻ってきた。はい。OK です。戻ったみたいだな。戻りました。さあ、行こうか。ん？ん？おい、廊下に何かいないか。うん、何？誰？あー、なんかさっき、なんかトイレに、歩いてったやつか、これ。なんじゃこりゃ！え？何これ？足跡かな？足跡？さっきの気配の正体は。KK、まださっきのことを考えてる？今はこの状況を何とかすることだけ考えてるよ。ん？あいつの親父に助けてやるって約束したからな。KK って意外と子供を助けるの好きだよね。好きでやったことなんて一度もねえよ。でも気持ちだけはわかるからな。とりあえず足跡を追うか。さあ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 、行くぞ。なにこれ、途中で足跡途切れてんねや、これ。行き止まりだ。ん？
教室を通っていこうか。オッケー。あ、違う、ここの教室じゃない。まあまあまあいいや。いやいや、補充しとこう。ちょっといざって時にね、戦えなくなるからね。よし、さあ行くぞ。なんかすんごいなんか張ってんね、ここ。よし、はい、これでオッケー。もっと下下がるんか。待った、あの鏡を見ろ。ここに逃げ込んだのか。だろうな。俺たちも行くぞ。また鏡やで。ちょっとまた鏡。おい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 、またこれさ、あの花子さんおるんちゃうの。あ、猫またや。おお、ご苦労さん。よし、さあこっち、さあ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 、 S 字曲がりまして、おお、体育館や。お、なんかやっとる。はっ、おっしゃい、よっしゃ。さあ、舞台登る？全校集会か、これ。うっと、おるな。よし、ともかくおとなしくさせるしかない。よし、取り付いたのをひっぺがすのはそれからだ。さあ、どうすんのこれ。おーおーおーおお、めっちゃおるやん。は本職だってことを教えてる。ほら、ほら、くらい。はい、オッケー。おーい、来いよ来いよ来いよ。はい、オッケー。さあ、どうもや。おら、はははははは。おい、間違え、間違えた。ちょっと待って、こんなとこで共鳴しても意味ないやんけ。終わったね。終わったんかい。まだだ、何かいるぞ。オッケー。さあ、うわ、な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 んじゃこいつは。え、ね、これ、ね、ベトベトさんこいつ。え、ね、な、なんの妖怪こいつは。あ、じゃあ、言いたいな、痛いなぁ、おい。痛。どこ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 、こっち、ここ、え、どこ、ちょっと待って、どこ。あ、な、なんかおんねんけど。ちょっと待ってくれ。あ、あいつか。まあいいや。あいつはちょっと無視していこう。まずあの、ちょっとベタベタさんみたいなやつは、ちょっと、あの、始末せんな。え、あれ、どこ行った、あれ、あ、両サイドにおんの。あー、お前そっちにおるんかい、ほんまに。上のやつちょっとまず先にやった方がいいかな、これ。上のやつこうやってちょっと待ってくれ。どうやってやるんや。うわー、こっち来た。やつの痕跡を探れ。よし、よし、よっしゃい、やったぜ。さあ、あとお前らや。来いや、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 来いや。はい、オッケー。さあ、残るは一体お前か。あ、いや、違う。お前じゃない。おめえじゃなかった。うん、そっちや。上や。上のやつほんまに。さあ。これ、当たってない、もしかして。ちょっと待って、当たってないかもしれん。やばいな。どっから行くん？これ、こっちから行くん、これ。あ、こっから行くっぽいな。よし。行こうか。は、来いよ。おっしゃ、上まで来ればもうこっちのもんで。はい、さあ次はどこ、あれ、おる、まだ。あ、花子さんや。今度こそ終わりだな。おれ、あいつを浄化するぞ。あ、オッケー、えんね。よし、行くぞ。覚悟しやがれ。あ、やれ、よいしょ。 OK OK、 よっしゃ。 OK、 戻ってきた。子供の遊びの後始末にしては骨が折れる仕事だぜ。いや、ほんまに。そうだね、さすがにもう花子さんも出てこないよね。
そう願いたいよ。そう願いたい。今から全校集会を始めたいと思います。うん、全校集会でも誰もおらんけど。へえ。おるね。これで大丈夫かな。はい、あの、すいませんでした。まあ、言いたいことは山ほどあるが、もういい。助かったんだったらとっとと親父のところに戻ってやれ。心配させんじゃねえよ。本当にありがとうございます。 OK。 で、やっぱりやめようって言い出せればよかったんですけど、そうすればこんなことにはならなかったのに、すいません。いや、こうなったのは半分は俺のせいだ。最低限の後始末をしただけだ。花子さんも解放してほしかっただけなんです。取り憑かれてそのことが分かりました。だからあの子も助けてくれてありがとう。そうか、それならよかったよ。オッケー。これでまあ両方成仏と。オッケー。よっしゃ。 KK が家族と離れている理由が分かった気がする。俺も説明する手間が省けた。でも KK がいなかったら彼らも救われなかった。だから KK が戦ってることは無駄じゃないよ。卵が先か鶏が先かみたいな話だな。素直じゃないな。そういう性分なんだ。なるほどね。はい、まあこんな感じで、はい、ミッション、無事終了しました。いやー、なんか前のミッションよりちょっとやばかったかもね。猫窓さん、ねえ、なんか売ってんの？お金があるなら使うべきですよ。あ、お札とか売ってんのね。出す札だ。持っていて損はないぞ。あ、これ？ほうほうほう。で、まあ他になんかいろんな中ね、飲み物とかここで売ってると。なんか学校の売店やなこれ。よし。これはなんなん？これなんかこの受付みたいな。これ売店で間違いないの？あ、ノートセット販売。ああ、売店っぽいな。ああ、なるほど、なるほど。はい、ということで、無事ね、ミッション終わりましたんで、今回の動画はね、ここら辺にしときたいと思います。以上、第2回でした。最後まで見ていただき、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローも、ぜひ、よろしくお願いいたします。では、バイバイ。